第15節横浜 FC と千葉の一戦です。千葉の入りが一つ注目されましたが、はい、今日はフォーバックで入りました。その中で横浜 FC 背後をついた野村のゴールです。本当にオフサイドを、まあ、取りに来たラインを高く保った中での、まあ、野村選手が出した後そこで背後を取って北園選手のいいボールからいいゴールでしたよね。何回見ても素晴らしい、ね、頭をしてね、はい、いい入りしましたけどね。野村は2試合連続ゴールになりました。一方の千葉は23分です。茶島のクロスにラリベイのヘッドでした。シンプルに入れることによって、まあ、脅威を与えてましたよね。前半は1対0横浜 FC リードで折り返しました。ですがこれも、ね、一瞬の隙なんですよね、はい、このセットプレーですからスローインも切り替えも早遅い分、あそこ千葉がしっかりこう狙っていたという同点ゴールですよね、はい、これが50分でした。後半のいい時間帯立ち上がりに追いついた千葉です。鈴木選手がボールを運びながらね、船山選手もそこをうまく合わせましたね。そして61分です。横浜 FC もうすべて北園選手はね、縦の推進力からクロス、そして佐藤のシュートをディフレクションしてゴールに入っていきました。この前に、ね、決定的なの外してましたからね、佐藤選手がここで終わったかなと思ったんですけどね、本当に嫌なようにしましたよね、佐藤も2試合連続ゴールということになります。これでもう流れは横浜FCかなと思ったんですけどね、北園が本当によく攻撃に絡んでいました。そしてその流れの中、2分後も横浜 FC にゴールが生まれました。そうですよね、このスーパーゴールです。レアンドロ・ドミンゲス、人数をかけた、まあ、背後を狙った、そこでラインが下がってましたから、まあ、バイタル開きましたから、もう一瞬の隙ですよね。もうこれもう見事としか言いようがないですね、はい、これで3対1とリードを広げたんですが、その直後に1点返したのは大きかったでしょうか。これが大きかったですよね。サリーナス選手が関わりながら、まあ、左右と振って、まあ、ディフェンスもね、こう横浜市に振られましたから、ここで落ち着いて辻野選手がクロスから、まあ、船山選手もうまく合わせた、この1点というのが大きかったですよね。65分に1点差に詰め寄った千葉です。69分横浜 FC、 レアンドロ・ドミンゲス下げて、イバがこれ倒れますが、まあ、結局ホイッスルはなく、まあ、ここでタバレス監督が猛抗議をして退席処分になりました。 PK でもおかしくなかったですけどね、はい、このプレーはね。そして85分です。千葉はディフェンダーの近藤を前線で起用してきました。その近藤のヘディングシュートでした。どんどんゴール前に入れてきましたからね。そしてアディショナルタイム96分です。この清武のボレーシュートがゴールラインを割りました。劇的な同点ゴール。まあ、交代のところもそうですけど、まあ、豊島選手が入った瞬間ですよね、まあ、そこで競ったのが豊島選手でもありますから、はい、こうですよね。でも清武選手のシュートは本当に見事でしたね。このうまくバランス体勢を取りながらのボレーシュートでした。でもしっかりとアシスタントレフリーの方もこう見ててくれてましたよね、はいはい、そして最後このフリーキックのチャンスはレアンドロ・ドミンゲス壁にキックが当たりまして、ここで試合終了となりました。